競馬ブックの吉岡哲也です。早速、今週の推奨馬ということにいきたいと思いますけれども、あいにく単頭厩舎でこれという馬がなかなか今週はありませんで、手堅いところで日曜福島1レースの2歳未勝利戦芝の 1200m、 こちらの方を手堅く取りたいなというところで推奨します。本命はストーミーシーですけれども、これまで6日間行われました福島の新馬戦で、芝の 1200m ではラッキーボックスの勝った初日5レースがもう抜けてレベルが高いんですね。走破タイムが1分9秒3、水準よりかなり速い時計ですし、勝ったラッキーボックスがですね、函館2歳ステークスに出走して、勝ち負けはともかくどれぐらいのレースをしてくれるか一つ楽しみなところはありますけれども、そこの2着馬というところで、もう2着でもほとんど勝ちタイムに匹敵しているぐらいの時計ですね。実際このレースでは6着だったキャラメルサレという馬が先週の1レースを難なく逃げ切ってます。それほどレベルが高く、お宝レースというわけですね。ここは順当に勝機です。相手はやはりそこで同じレースで首差3着の接戦をしました、吉六ステージ、こちらの馬はなかなか気のいいタイプで非常にスピードがあります。位置取りの差で逆転ということもありますので、一応この2頭、ほぼ一騎打ちかなという気がしてますけれども、逆転も考えてまずこの2頭です。残念ながら福島 の他のレースの芝の 1200m は走破タイムが示す通り非常に、ちょっとレベルが疑問符がつくレースが多いです。したがってもしこの2頭の間に割って入れば別路線組ということで、1800m から 1200m に距離を縮めてきたメラニオーン、これを単穴という評価にしています。そしてやはり別路線組が怖いのでグリマープリンセス、こちらは東京の1600の芝ですね、こちらからの臨戦ということで、こちらも1600からの距離短縮で、こうしたレースではレベルのちょっと落ちる戦によりは別路線組というのが怖いんで、その辺は要注意というところです。以上が推奨レースですね。続きまして日曜福島メインレース、福島テレビオープンですけれども、本命はミナレットです。最終週に行われるようになりましたけれどもね、やはり過去9回ですか、福島で行われたレースを振り返ってみましても、基本的には先行有利になりやすいレースです。そして非常に当たらないレースということは言えるわけですが、ここはミナレット短期逃げに持ち込めるメンバーですし、持ち時計もですね、福島で1分46秒にというタイム、自分で先行して作ってる時計ですね、福島春の福島牝馬ステークス5着の時ですけれども、この時計もありますしね、なんといっても今年、ビクトリアマイルで、18頭立ての18番人気で3着に逃げ粘ったスピードがありますからね、あの時のペースを考えますと今回のメンバーでコーナー4つ、非常に楽なペースで逃げる降参、逃げられる降参大ですからね、この馬の逃げ切りということをで本命にしています。対抗はアロマカフェ、福島差し馬ですけれども、案外福島走るというところで、8歳馬ですけれども馬は元気で、今週の追い切りでは好タイムをマークしています。これを相手の筆頭に、問題はヒストリカルですね。1800m で3勝しているとはいえ、毎日杯を含めて3勝が全て阪神の外回りですから、福島のコーナー4つの 1800m とは全く異質の舞台で3勝しているわけです。福島の1800に対応できるか、そこに尽きると思いますが、今回は単穴評価、これが妥当だと思います。あとはちょっとキリがないところですね。ミナレットを中心に手広く行きたいと思ってます。以上です。